皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはこちらの、ゼブラからサラサナノという商品になります。サラサって結構もうすでに有名だと思うんですけれども、こちらのサラサナノは、極細の 0.3 ミリということでして、サラサって私個人的には太字のイメージなんですけれども、こちらは極細ということになっています。ウルフワクッションっていうのが採用されているみたいで、なんか細いペンって書いた時にすごいガリガリすることってないですか？それがないということらしいです。実際にじゃあ書きながら紹介していきたいと思います。では実際にどれだけ書きやすいのか書いてみようと思います。これはちょっと思った以上にかなり書きやすかったですね。びっくりです。はい、いかがでしたでしょうか。今持っているのはこちらの3色赤、青、黒だけなんですけれども、もっとめちゃめちゃ色のバリエーションがあります。それとこちらの、4色セットっていうものも一緒にありまして、すごいいろんな色を選べるようになっています。ここから選ぶのだけでもすごく楽しそうです。極細で書きやすいボールペンをお探しの方はぜひ一度見てみてください。では本日もありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。